では柳瀬さん柳瀬さんよろしくお願いいたしますはいどうもよろしくお願いしますえー、と柳瀬隆と言いますアンパンマンみたいな名前ですがよろしくお願いしますえー、とじゃあ行きますえー、社内最長老のシステムに PHP ユニットで立ち向かう方法えー、もうやばそうなタイトルですがえー、とまず自己紹介させてください僕はスカラが好きですはいえー、今日話すことはもう完全にレガシーネタですえー、とレガシーって何っていうあのレガシーは全部レガシーですはいすて当てはまると思ってくださいでえで、ー、えと限定的な話するんでよろしくお願いしますえー、とで背景ですけれどもえー、と本日 PHP 7.1用 なりましたねお疲れ様でした、えー、とパージョンアップやることになったんで、えー、とその3ヶ月で圧倒的な成長をしたっていうあのよく聞くあれをやってきました、えー、私が、えー、調査までやったり設計実装とかやってこう実装までつななく終了っていうところでやってくるあれを 今回話させていいただきますはい、突然の全機能テスト全機能テストってなんやねんって言うともうあの説明するのがあれなんであの言ってしまいますが全機能テストですはい全機能テストしますこのようなルールでテストしましたカバレッジ100%、えーとまあ、重要機能だけはカバレッジ100%取れというルールで戦いますで、えー、とでじゃあ戦い方考えましょうということなんですけども今何持ってるかっていうのを整理しましたら一部 共通関数の PHP ユニットテスト、一部シナリオのセリニウムテスト、えーと、一部ってどれぐらいやねんって、まあ、分からないわけですけれども、あと手動で正常系の回帰テストがまあ走らせられるよっていう状態です。ということで、えーと、こういうふうに戦っていきましょう。既存テストは全部使えるものは何でも利用すると。で、不足分を PHP ユニットで変えとけば、まあ何かあっても大丈夫だろう、また使えるしぐらいの気持ちで挑んでいました。えー、で、えーと、もちろんこれもやってます。えっ、ー、と、レガシーなんで、えー、と何4000行の関数っていうか、 あの。 5000とかあるんであのこれまであのそんなテストとか書いてこなかったので、まあ、大胆に目下化してあのゴリゴリと進めていけばいけるだろうと踏んで、えー、挑みました、えー、で、えー、何使ったかというと UOPZ っていう,あのていうあの拡張がありましてあ,のあらゆる関数をこれで目下化していって、えー、とメソッドっていう言葉が出ないことにピンときた人はなん、えー、で関数なんかなっていうのはちょっと察してもらったらいいと思うんですけれども、えー、あらゆる関数を目下化しました、えー、とメソッドももちろん目下化できますしあの何でも触れるんですごい便利です ということでこれぐらいの手札を持ちましていざテスト作成開始とで、まあ、2週間ぐらいでいけるかなぐらいの感じで見積もってたんですけれどもやま、はい、すぎる見通し全くトランザクションスクリプトには勝てませんでした。 ここ、えー、こういういとが起こるわけですね、えー、どういう,ふう壁があったかといいますと、えー、条件分岐自体がめちゃくちゃ入りにくいとかグローバル変数の乱用がありすぎて何してるかわからんと、まあ、何してるかわからんのですよとにかく何してるかわからんので、えー、とコード見ながらどこテストした方がええかなここは見なあかんかなとかを精査した方が早いみたいな状況でした。 でこういうことですね。まあ、テストの主催選択をしました。えー、例えば、えー、既存テストでカバーできるものを、ちっちゃな関数メソッドっていうのは、もうちゃんと中身までテストしましょう。大事だから、やりましょう。で、これら問題ないんですよ。やっぱりこいつらなんです。トランザクションスクリプト。5000行をどうやって通すかっていう問題なんですけども、実際無理なので、あのここでじゃあ、もう公文的にまずいやつだけテストしましょうと。 いうことになったんでもう見えてる部分はテストしますでも呼び出し先はテスト済みだからどうでもいいですで内部状態がどうなんとか問題ないんでもう知らないんでコンパイルが通るような状況にしましょうっていうことを目標にしましたこのあたりかなりネゴして通せないものは通せないんですということを理解してもらうっていうことはかなり慎重に行いました。 でえー、と結局、先ほども言いましたけども、文法的に正しければある程度動くだろうと、えー、それは単純なリグレッションテストで最低限、えーと、動作を担保してるからっていうのもあるんですけれども、そういうところがあったので、もうカバレッジ100%はただの安心感ですよっていうことで、えー、捨てました、その結果、えー、こういうところ、えーまあ、もうサクッと通しますか、こういうところだけスルーしましたということで、無事、生還、ありがとうございましたありがとうございました。